だけど、我慢しなきゃ。人気を維持するため、手に入れたものは捨てられない。耐えて耐えて耐え続けた。けど、耐え続けるなんて、ブログだった。誰にも言えないうちに秘めたストレスを全部吐き出せるのはそこだけ。そしたらスッとね、リュウイング下がっていったんだ。